だとん。いや今日はね、まあ4時ぐらいに起きて、4時ぐらいに起きてですよ、よいしょ、始発に乗って愛媛に来たわけですね。もう着いた時点で正直ヘトヘトだったんですけど、昨日のね疲れが残っとったから。で、思ったより早起きだったでしょ。それな、みんなの想像より早起きしてたよ。よいしょ、こんばんは。そんな感じでした。ついてすぐにね、稽古して、稽古っていうかもうバーってやったんですよ。自分が出るシーンをブワーってやって、意外と覚えてたね。でも意外と忘れてた。非常に悔しかったです。なんかセリフわかんないシーン結構あって、敗北を感じた。記憶力の非常に悔しかったね。あとさ、ついてすぐだったからさ、発声しないで稽古したら普通に声枯れた。これ何の匂いだ、わからん。こんばんは。よいしょ、こんばんは。誠之助さん、ギフトありがとう。こんばんは。よいしょ。はじめまして、はじめまして。むずいわ。だってさ、マジで名前も役もわかんない人と一緒に今日お芝居してたもん。でながら、この人は何役なんだろうつってさ、あー、このセリフを言ってるってことは熊次郎かみたいな。やばすぎ。今日もめっちゃ可愛いです。キュン、ありがとう。久しぶりになってしまった。なんか見覚えのある風景。やほん、見覚えのある風景です、それな。なんか自己紹介ってさ、もう揃ってるところに一人入っていくとさ、はい、高橋さやかさんです、お願いしますの挨拶しかないやん。なんかこっちから他の人が分かんないのよね。なんかだいたいさ、潜在写真ってさ、顔違うからさ、多分さやも他の役者さんで思われてると思うけど、潜在写真って顔違うからさ、いまいちつかめないんだよ。人見知りを発揮するほど自由時間がなかったから、今日全然人と話してない。最近来れてなくて行ってなかったけど、初日行くね。あ、イエーイ。15日、今日はあと10日後だ。あっという間だ。え、ちょっと頑張ります。なんか今日やってみてすげえ不安になっちゃった。大丈夫かな、本当に。でも多分4期の座組みんなが陽キャなんですよ。だから自分陽キャになんなくても話せそう。周りが陽キャだとさ、
話しかけてくれるから別にさやが陽キャになる計画立てなくていいんだよね。甘ったれてる。こんばんは。割と陽キャのノリだった気がする。4期今日一日の印象、まあ種に交われば赤くなるシステムで、ちょっとみんなの陽キャリソメソッドをもらっていこうと思うわ。なれるかな仲良く。なんで話しかけたらいいか分からんのよな。むずい。年近い人多いんですよ今回。でもなんかよくわかんないけど今日さ、午前中は私の確認の時間にしてくれてて、もう頭からブワーって言ったんだけど、さやがすいません皆さん私が土地狂ったらみたいな、めっちゃ迷惑、土地狂って迷惑かけたらすいませんみたいなやったらなんかめっちゃ笑い取れた。さやはもうさ笑い取ろうとかじゃなくて必死の挨拶だったから、なんかそれで笑い取れてちょっとおもろかった。狙ってないとこで笑い取れるとおもろいよね。あ、これおもろいんやみたいな言ってから気づくパターン。生春巻き美味しかった、うん、ちょっと待って、びっくりした。一口サイズでしたか今の。いや正直一口にしては大きかったんだけど、生春巻きって噛んだらボロ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 って全部落ちてくんで、ちょっと一口でいきました。こんばんは。今日の旅のお供、粒組でした。乳酸菌ヨーグルト味。ちょっと待って、足が
終わってる。疲れた。こんばんは。なんかね、あれなんですよ。多分飛行機でめっちゃむくんでる。だから足めっちゃ痛いの今日。むくみ重足。そう。でも多分最後の稽古するの今日だけ。明日は、明後日がるんちゃんの初日だから。明日るんちゃんの稽古だから。え、さ、やばくない？今日のさ、とりあえずの稽古っていうかも今日確認しただけなんだけど、動きが変わったとこの確認今日して、あと多分当日の前日に入って。うわー、ねえマジで無理、どうしよう、大丈夫かな、本当に不安になってきた。こんばんは。ゆりちゃんの写真集先に見たらずるい。え、マジでみんなゲットした方がいいよ、ゆりさんの写真集。さすがに、さすがにゲットした方がいい。やばかった、あんなゆりさんのこと好きになっちゃうよっていう感じでした。こんばんは。お芋チップスちょっとだけ食べます。ダイエットとは。こんばんは。でお代理の水着もマジで楽しむ。最高。見たい、早くお代理の。まだ見れてない。みんなゲットしたらみんなゆりちゃんのこと好きになるけど大丈夫そう？でもゆりさんは全人類が好きになる人間だと思うから、まあしょうがないね。あ、ゆなちゃんだ。さやも会いたい。ずっと思ってる。今日ゆなちゃんのこと30回ぐらい考えた。元気？物理的な距離めっちゃ今遠いけど元気？いや本当に会いたい。ちょっとさやが東京に戻ったらゆうなちゃんとセリフ合わせしてもらおう。うちも荷物に入れて連れてって。いやマジで一回されて釣りに来てほしいな。でそのまま一緒に愛媛観光したい。こんばんは。ゆりちゃんも好きでゆなちゃんも好きで DD かましてる。いや違うんです、好きにもいろんな種類があるじゃないですか。なんかゆりさんはなんかもう崇拝みたいな好きなんだけど、ゆなちゃんはマブダチ系の好きですね。どっちも、どっちの好きが大きいとかはなく、種類が違う感じね。そうそうそう。絶対さえちゃんの手つみに行く。嬉しい、頑張るね、頑張ります。でも普通に配信とかあったらいいな。配信とかでもいいから見てほしい。ふんふんふん。どこ観光するのがいいんだろう。
ゆなちゃん待ってるね、いつでも。とりあえず9月はもうあっという間に来るか、11月とか、ちょ10月じゃ出演しないから、11月とかさ、涼しくなってきたらさ、一緒に愛媛で遊ぼう。こんばんは。嬉しい、ゆなちゃんが配信見に来てくれたから元気出た。でも今日愛媛でマジでみんなに久しぶりに会ってちょっと楽しかった。あの坊ちゃん劇場のスタッフさんと、歌作ってくれてるけいこさんと、ダンスつけてくれてるえりさんとみたいな、懐かしいメンツがいっぱい会えて超楽しかったよ。カジさんとショートさんと話した。カジさんはご挨拶ちょっとしたけど、ショートさん今日は全然お話できてないかも。こんばんは。じゃあ11月いっぱい出なきゃな、ゆなちゃんが来やすいように。こんばんは。今日ね一番話したのは、あでも盾もね、あ名前どうするした、最低な人間だ、最悪だ、さ名前どうするした、お岩さん、お岩さんって方が盾つけてくれてんだけど、ジョン・マイ・ラブのお岩さんとも久しぶりに会って、そう今日嬉しかったのが、ね、お岩さんに盾を見てもらったのが本当に稽古の一期の稽古の時なの。だからまだこうヘタッピだ、まだステージに立たないヘタッピだった頃よ。でさ1年ぐらい経ってさ、今日久しぶりに見てもらってさ、さやはまあブランクがあるからなんか自分落ちてるだろうなと思ってたけど、めちゃくちゃ上手になったねみたいな、前の1年前の稽古の時から比べ物にならないぐらい上手になったよってすごい褒めてもらって、ちょっと嬉しかった。だし盾関連で言うと、1期からさ10ヶ月のブランクですよ。そう盾関連で言うと、キスバイエイトで捨て頃の盾やったじゃないですか、マキビシオで殴り合ってナイフで戦うやつ、最初捨て頃でチャキンってナイフ出してバババンみたいな、その盾をつけてくれた人が扉座所属の松原海二さんって人なんですけど、今回のねジョン・マイ・ラブの鷹の条約なんですよ。だから盾の先生2人に今日お会いしました。私の盾の師匠2人もいた。こんな感じです。だから今日役者さんだとカイジさんとしか喋ってないかも。カイジさんと、あ、お久しぶりですみたいな、なんかそう盾教えてもらって、まあ、いつかご一緒できたらいいですねみたいな会話するやん、まあ、役者さんだからカイジさんもさ、こんなすぐ来るとは思わなかったよね。すごくね、キスバイエイトからすぐやったな。まあご縁ですな、何事も。頑張ります。なんか女子楽屋がすごい賑やかでよかった、楽しい人たちでしたよ。また新たに
楽しみです、絶対見に行きます。でもマジ来てほしい、頑張ってるから今私頑張ります。そう、キクちゃん役のほのかさん何センチなんだろう。カレンちゃんと並んでても背高かったから多分相当高いよね。カレンちゃんも背よりちょっと高いから、割とさ今までのおきくちゃん小柄な2人だったから新鮮。さてっちゃん大好きなので頑張ってください。ありがとうございます。でも本当にさ覚えてない、覚えてないじゃない、仲良くなれる自信ないふんふん。人間ってどうやって仲良くなるんだろう、むず。こんばんは。こんばんは。人間仲良くなるのマジむずい。犬とかさ可愛がれば仲良くなれるやん。人間むずない。人間バリムズ。楽しみながら頑張ってね。ありがとうございます。でも前回も本番入ってから仲良くなった気がするんだよな。なんかこれからですね。でか初対面1日目で仲良くなれる人間そうおらんから別に普通だわ今でもさ自分コミュ障なんですよねって言うと絶対に誰にも信じてもらえない。いやいやそんなわけないでしょって絶対言われる。いやそう今日稽古めちゃくちゃ頑張ったからご褒美にお菓子を食べてる。でもこんな時間に食べるの絶対良くないって分かってる。こんばんは。なんかスーパーで安かったから買ってきた。さつまいもチップス大好きなの私。この分明日も頑張るぜ。
もう起きてから18時間ぐらい経つんだけど、やばすげえな。うん、ヘロリンさんギフトありがとう。眠いっしょ。今ねちょうど眠くないタイミングだね。多分もうちょっとしたら本当に眠いと思う。でも今日は早く寝ます。明日ね、悩んでて。何時に起きるか。早めに行って劇場で自主練しようかなって思ってるけど、起きれる自信が本当にない。そうだからすげえ悩んでる。どうしよう。いやでも起きれはするけど昼間めっちゃ辛いと思うんだよ、明日早起きしちゃうと。だからどうしよう。起きることはできるんだけど、どうしようかな。おじさんは昼飯、働く時間が決まってたらいいけど、昼休憩とかがないからな。なんかちゃんとした今日はキティちゃんのミネラルウォーターを飲んでいます。意識高いね。疲労困憊だな。人間こんなに疲れれるってくらい今疲れてる。素晴らしいね。まあ今日はシャワーだな。もうお風呂入る元気ない。シャワー浴びちゃおう。屋根だな。でもさ、でその寝起きの良さは3時間サイクルが一番いいんですよ私。でさ3時間しか寝てないから今日起きんのめっちゃすんなりだったけどね。1時に寝たんですよ昨日。3時間ぴったり寝て、寝起きはめっちゃ良かったけど昼間超眠かった。そんな遅かった？だって昨日11時とかに配信終わったでしょ。そっから
お風呂入ったりしたらそれ1時になるやろ。今日ところどころめちゃくちゃ眠かったな。基本元気なんだけどね。明日早起き何時？どうしよう。でも練習のためには早く起きたいんだよね。頑張ろうかな。今日さ、空港行く電車でさ、まあ割と混んでたんですけど、やっぱ朝だったし、通勤ラッシュなのかわかんないけど、空港行きの電車あるじゃん。その家から何個か乗り継いで最終的に空港行きの電車乗るじゃないですか。皆さんなんかほぼ満員電車みたいな感じで、隣にね、女の方が乗っ立ってたんだけど、多分ね、連れ添いっていうか一緒にいる男性の方と一緒だと思うんだけど、なんかずっとぐちぐち言ってて、なんか朝からうーんって気持ちになりました。そう、うーんって気持ちで今日電車乗ってた。平日の朝っぱからみんなこんなどこ行くんだよ、こんな乗ってくんだよみたいなのずっと口でバーって言ってて、はっってなってさ、お仕事だよって思いながら。明日5時半、早いね。5時半はもう寝た方がいい、もう寝た方がいいよ、間違いなく。なんでこんな朝早くにって時間なのに結構人乗ってます。だって今日さ、まあ曇りだからっていうのもあるけど、めちゃくちゃ空暗かったで。そう、激暗やった。今来たよ。明日何時に起きるか悩んでる、ずっと。どうしよう。本当は6時とかに起きたい。でも絶対に無理だろうなって思ってます。6時は無理かな。こんばんは。6時半。悩ましいですね。やばい、この時間にショールームやってるとさ、無限に何かを食べ続けてしまう病気だ。これは良くない。粒組いっぱい食べちゃった。
痩せなあかんのに。愛媛来ると絶対痩せれない。稽古で疲れてバクバク食べちゃうから。もうこれは病気なんだ私の。あかんあかんで、ほんま。こんばんは。じゃあ朝ね絶対起きれんのよ。何時に起きるようにさやが決めたとしても、さやは多分起きれんの、めっちゃ早くても。でも昼間がめっちゃきつくなるのよ、早く起きれば起きるほど。起きれるのは確実なのよ。でも寝不足だと昼間のパフォーマンスが圧倒的に落ちるんだよね。そこがね、どうしましょうポイントだね。だから悩んでんのよ。こんばんは。絶対に起きれるんだけど、朝割と強いんでね、さやこう見えて。そう、こう見えて強いんです。こんばんは。そう、なんか別に普通の仕事してたら昼横になれるけど、普通の仕事じゃないから昼横になれないからさ。そう、ああどうしようかな。悩ましいですね。寝れた時間にしよう。就寝時間によって明日の起床時間考えよう。配信終わってお風呂入って何時かなーって感じだな。そんな感じでぼちぼち終わりにしますか。眠くなってきた、ご飯食べたから。うわぁ、で元気があったら朝配信するけど、なさそうなのでないかも。ないかもな。あったら奇跡だと思ってください。でも明日早く入っても劇場使ってるかな他の人。でもうわー、どうしよう、悩む悩む。さあランキング読みます。昼食後10分ぐらい仮眠できたら違う。いやだからみんなみたいなオフィスワークだったらできるんですけど、オフィスワークとかその横になる環境があればいいけど、ないのよ。そうないのよ、だから困ってんだ。こんばんは。ランキング読みます。13位ともちさんありがとうございます。12位おかずさんありがとうございます。11位ばいっこぞうさんありがとうございます。10位はさっぴさんありがとうございます。9位けんそりセブンさんありがとうございます。8位おろろさんありがとうございます。7位まさとさんありがとうございます。6位やすさんありがとうございます。5位とてもけんけんさんありがとうございます。4位ひらりんさんありがとうございます。3位まことのすけさんありがとうございます。2位つなちゃんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。はーい、ということでみんなありがとうございました。明日も頑張りまっちょ。おやすみ。みんなも早く寝てください。おやすみ。